日本の道百選、熊野古道であることを示す、大門坂は、和歌山県の那智勝浦町にある坂道で、熊野那智大社への参道、熊野古道、中辺地の一部、大門坂石畳の道夫杉熊野古道のかつての面影を最も色濃く残しているところとして知られ、和歌山県道46号那智山勝浦線の、 智勝浦町市、野野のふもとから、智山に至る1キロメートルほどの石段、石畳の道である。かつて坂の入り口に大門があり、通行税を徴収していたことが、名称の由来とされる。法定上の路線名は、智勝浦町道大角坂線で、智勝浦町が管理する。坂道の両側に、まるで門中のようにそびえる夫婦杉をくぐり、99、王子最後の一社。 枝吹き王子を横目に、樹齢数百年の深い杉子立ちの中に、石畳の道をたどる。夫婦杉の高さは54.5メートルあり、強皇幹周は8.5メートル、枝張りは13メートルある。夫婦杉に続く、杉並木は、樹齢200から300年余りと言われ、石畳の両側に200本ほどが茂っており、県指定天然記念物に指定されている。石畳は苔むしており、 杉並木道は昼間も木漏れ日が入る程度で静粛な、佇まいを見せている。途中に、港区熊ぐすが3年間研究のために滞在した、大阪や旅館跡や、通行量を徴収した関所の11分関跡がある。坂を登り切ったところは、西国33箇所第1番札所、那智山西岸都市と熊野山,山山の一つ、熊野那智大社が隣り合わせにあり、 日本一の高さ133メートルの那智滝へも、すぐの位置にある。石段の山に向右側は、那智大社所有地、左側は、民有林である。霊場町山のシンボルとして、熊野山継道大門坂の杉並木は、1986年8月10日の、道の日に、旧建設省と、道の日実行委員会により制定された、日本の道百選にも選ばれている。 智勝浦を代表する観光名所として、毎年10月の第4日曜日は、時代衣装をまとって、行列をなし大門坂を歩く、古の熊の参りを再現した、アゲイン熊の参りのイベントが行われる。大門坂を通り、智大社までのコースは、歩きやすい距離で駅からのアクセスも良く、智勝浦を訪れる観光客に人気である。ありがとうございます。